今日は香川県の丸亀市にある青の山に登ってみたいと思います。ここはですね、青の山墓地公園というところになりまして、ここから登ってみたいと思います。この動画は青の山墓地公園から青の山山頂への往復コースです。青の山は香川県綾歌郡に所在する標高224メートルの山で、頂上の展望台から瀬戸大橋と瀬戸内海に浮かぶ島々2つの市街地を見渡せる絶景のスポットです。特に上から見下ろす瀬戸大橋の眺めが抜群でした。これかな、ここに、登山口がありますね。あら、猫ちゃんがいます。ここは、古墳も存在しますけど、今回の目的はですね、青の山の山頂の眺めを見るというところです。さあ、登山口からですね、少し歩くとですね、青の山の山腹を、回るように歩くような道に出てきました。なかなか快適な道になりますね、これは。おそらくコースタイムは山頂まで30分かそのくらいかなと思っています。車道が出てきました。さあ、これをどう行くんだな。さあ、車道を左に曲がってみましょうか。でもこれ、景色見るだけだったら車でも行けそうな感じがしますよね。なんか登り口らしくいものがまた現れましたね。あ、これは左の上に行けということですね。こちら青の山の山頂駐車場です。もうここまで来ればもう残りわずかですね。山頂の広場ですね、これ。下はトイレでしょうか。青の山頂上古墳群と書いてますね。頂上はかなり開けてますね。これは三角点かな。おお、すごい景色。あら、テープが貼られた。これ以上はいけない感じかな。美山瀬戸展望図、大きな石に、この概略図が示されています。瀬戸大橋からゴールドタワーです。ここまでか。でもすごい眺めですね。ちょっと怖いな。
さあ降りていきましょう。